っかり見えてしまうので少し下げて結んでいきます。こんにちは、池田しおりです。今日はウーバレアレンジ第2弾をやってみました。その時に使ったのがこちら、デビリスのミラカールです。これを使うことによって本当に時短で仕上がるので、アレンジが苦手な方参考にしてみてください。それでは動画スタート。設定温度は190度で、巻きの長さは8秒で、ミックス巻きでやっていきます。では実際巻いていきます。まずこちらのグレーのくるくるしてる方を絶対顔の方に向けて、で髪の毛はしっかり最初にブラシで溶かしておいてください。でトルケタバなんですけども、結構細めの方が綺麗に巻きがついてくれるので、あんまり分厚すぎず3センチ幅ぐらいで取ります。で髪の毛を挟みます。であとはこちらでグッと押さえて巻きつけるだけです。やっていきます。この最後の4回ピピピピってなれば離してください。こんな感じです。では実際全部巻いていきます。こんな感じで巻き終わりました。オイルを髪全体になじませていきます。しっかり手になじませて、毛先を中心に髪の毛全体になじませていきます。前髪の上の部分から斜めに向かってこのぐらいの量で取り分けていきます。上で結ぶとここの割れ目がしっかり見えてしまうので、少し下げて結んでいきます。このゴムで結んでいきます。アクセサリーの部分が上に来るように固定しながらゴムでくくります。最後はお団子で終わります。お団子の部分を縦に裂いていきます。トップの部分は高さを出していきたいので、ゴムをしっかり持って髪の毛をわしづかみにして丸くなるように引き出します。毛先の部分がしっかり巻かれていて、お団子は程よく崩れていて、トップの部分がボリュームが出ていたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、どうでしょうか。このベビリスのミラカールを使うことですごい細かくしっかりとしたカールが出てくれるので、こういうアレンジをする際には本当によく使えると思います。で、N ドットのオイルを使ってるので、このちょっとウェットっぽい今っぽい質感になるのも本当におすすめです。やけどの心配もないので、小さいお子さんからも使えると思います。で参考にしてみてください。さよなら。